綺麗ですね、お色が。ね、健康的な焼肉だね。ここ全部個室なんだよ、すごくない？はい、皆さんこんにちは、鳥取キングダムです。今日も元気に酒つくやっていきましょうということで、現在東銀座駅からサネさんのホームタウンに向かっていく最中です。はい、はい、ということで、今日はですね、なんと午前11時30分から、会食でもうすでにワインを、1本開けております。ほろ酔いな中、今からサネさんのホームタウンに向かって、おそらく夜中の12時ぐらいまでかな、差し飲みしていきたいというふうに思います。だからあれだな、12時間飲みになるな今日は。はい、ということで、まあ、いろいろと語っていきたいと思いますが、途中でもしかしたら、YouTube ライブとかね、やっていくかもしれません。はい、すごい、衣装です。野球強いからね、トリスは野球強いからね。僕も仕事行ったことあるから。あ、そうですね。じゃあ失礼します。普通に考えたらプラティニーもう少しいい風に使っている。でプラティニーの本命は追撃だと思います。今回のは序章、序章。プラティニー追撃が本命です。ガイエスさんの運営批判。次爆笑でお願いします。はい、次この人爆笑でお願いします。はい、皆さんこんにちは。ということで、今サネさんとガイエスユキさんと飲み会が終わって、夜の11時20分、夜の11時20分ということで、ちょうどですね12時間飲み続けたという感じになりますね。はい、ということで今ですね、自分の家の方に向かっております。新宿に向かって、これ どうやって帰るんだろう、東西線。はい、まあいや楽しかったですね、本当に楽しかった、もう最高でしたね。サネさんのお家でバーベキューして、ジンギスカン食べて、でその後ね、お店1軒行って2軒目でガイスブルクさんに合流して、もう、ね、最高です。はい、